はい、皆さんこんにちは。プロジェクター評論家の元気なおじいです。さあ今回はね、今これ Xbox360 をね起動しています。で昼間です。昼間ね、今ねこう露出をロックを解除するとこんな感じかな。今時刻の方は14時ぐらい。ちょっとピント合わねえなピントが合わないけど、ちょうど14時くらいですね。6月6日の火曜日です。で、ここにねトップトロの X6 置いてあります。だいたい 3.2 メーターぐらいの距離なんで、今100インチ弱ぐらいで今映ってますね。もうあの部屋のほとんどね大部分の壁を今閉めてます。でね、こんな感じね。部屋の電気は今ついてないです、ね、まあこんな感じ。まあちょっとこう直射日光というか直接光が当たっちゃってるところはちょっと見えにくいかもしれないけど、でもあの全然テレビ見たりとかゲームやったりする分にはね全く支障がないです。昨日は夜の状態をお見せしたけどね、今日は昼間の状態、ちょっとあのゲームやってみるからね、で本当ねスピーカーだけ音がしょぼいんだけど、本当映像はね悪くないよ。本当2万円前後ぐらいまでで買える。これはあのクーポン使えば1万6000円ちょっとで買えるんだけど、画質は本当ね悪くない。明るさもね、本当安いのが欲しいなって方ね、K1 とか K2 みたいにこれシャープでピシャッとまではいかないんだけど、他のものに比べたら全然クオリティは高いからね。これなんだね、これ。こうじゃなくて、これやってるんだね。
ど、普通にね遊べる、あの暗くて見えないとかそういうのもないし、まあ若干ねゲームモードにしないと遅延がっていう人もいるけど、そんなにレースゲームやっててシビアには感じないかな。普通に走れてるでしょ、ね、ほんとこれぐらい、あのあれちゃんと下まで締めればこの反射がね、ここのところがもうちょっとこう見やすくなるかもしれないけど、明るいでしょ、ね、16,000円、17,000円ぐらいで買えるプロジェクターでね、ここまで発色が良くて明るくて、ね、ほんと文字も見やすい、ね、フォーカスも平均的に見える。やっぱりね X6 は構造がね、これあのウィンウィスの P63 と同じなんだけど、うん、やっぱり新しいだけあって、もう見え方は綺麗だよ本当。一昔前のものよりは、ね、本当にねオートフォーカスとか省いて、本当あのハードウェア的なものをちょっとこう省いて値段を安くしてこれを実現したっていうのはすごいと思うよ。しかも日本で買うのにね消費税込み送料込みでしょ、すごいことだと思うよ、ね、日本の企業じゃ絶対にこんなものを作れないよ、ずいぶん古いゲームなんだけど、このタイヤのグリップパン、グリップ感とか、あとこの荷重のかかり方とかね、本当にねシミュレートしてると思う、ね、ズランツのインチキと違って、うん、本当ね乗ってる感じするもん。でエンジンになってこの引っ張り具合とかね、あの本当乗ってる感じするもの、なんかズランツおかしいもの、なんかブイーンって吹けてスピードばかりグーンって数字が上がって、なんか感覚違うもん。スピードとエンジンの吹け方だってあの違うもん。なんかこっちの方がなんかちょっとこうリアルっぽいもん本当ね。なんであれなのかな、あのわかんないかね、不思議だね、本当。いや本当ね、楽しい。ズランツは楽しい、ね。で、ズランツは待ってよ、車ね、車をちょっとマイカー、これ今のに乗り換えて。でこの車でレースに参加するとしたら、まあ、ワールドツアーはやんないけど、まあ、イベントリストでこの車の今のまんまで参加できるのはこの緑のとこでしよう、で青いのはいろいろ変更すれば参加できますよっていう、まあ、そういうレースなんだよね。ガレージの中の車で参加可能、緑は今の車で参加可能っていうね、まあ、そういうやつ。今
E クラスなんだけど、これは S クラスなんだね。だからアップデートした方がいいよって言われると、グレードはね、この下のとこ、これが A クラスなんで、で、今 E クラスなんで、まあこれでも多分勝てない。ね。B、B クラス、これが C。で、E クラスっていうと、もっと全然違うとこだね。だ今このマシンで E クラスで参加できるっていうと、ここら辺だね、ここら辺だね。E クラスね。うん、そこをあえて D クラスにちょっと参加するっていうのもありなんだよ、ね、でアップグレードした方がいいよって言われるんだけど、いやこのままで行くっつってね、わしゃこのままで行くぞっていう、ね、そうすると置いてくぼりになるね。まあ、ズランスよりはね、楽しいんだけどね。今遊んでもめちゃめちゃ楽しいんだけど。でも日本のみんなはね、ぴょんぴょんってこう、こうやって跳ねたり。で、変な救急車でドリフトしたり、そっちの方がなんか、現実味を帯びてるそうで。
あのね、新しいフォルツァが、まあ、楽しいのも想像できるけど、ハマる人はね。でも、このね、Xbox 360のフォルツァ4でも、十分ね、ズラン2では絶対に得ることができない、この縦の、これの感じとかね、ズラン2だとないじゃん、これがね。あ、本当ね、この右と左のこうタイヤの四輪のなんかこう、ぐーって踏ん張ってる感じっていうかね、この荷重コントロール、アクセルワークで荷重コントロールしながら、うーって落ちも走ってるんだけど、それが映像から伝わるか伝わらないかわかんないけど、結構頑張って今コントロールしてるんだよ。このね、この右左のこれでね、タイミング見計らいながらやってるつもりなんだけど、コントロールしてて、いや、めっちゃめちゃ楽しいんだよ。見てる人はわかんないと思うんだけど、でも、こういうレースゲーム、シミュレートが好きな人は、多分おじいのこのマシンの動きを見ると、あ、結構頑張ってコントロールしてるなって、面白そうだなっていうのはね、伝わるはずなんだよ、これ、絶対にね。ズランツーでは絶対に味わえない、この、回転数の音ね、うん、このコーナーの手前でアクセル緩めて、で、安定収入しながら打力でグーンって回っていくっていうね。これが今回のズランツアップデートで、これにちょっと近いものになったっていう。ただ、コーナーの入り口から出口の手前のところで、なんかちょっと、それが切れるっていうか、出口のところの挙動が、なんかおかしいんだよ、なんか。だから、ズランツってなんかね、コーナーのところのよくアニメーションって言ったけど、ここのところがね、何か違うルーチンが入ってるような気がするんだよ。なんかね、なんかズランツおかしいんだよ。別ルーチンになってる、コーナーのところは。フォルツァとかは、そのまんまコーナー手前から抜けてってブーンって行くまで、一本で繋がった挙動で行くんだけど、おかしいんだよ、ズランツって。これおじいが言ってるの、意味がわかる人ね、多分世界に一人はいると思うんだけどね、おかしいんだよ。コーナーの手前と中と出口さんが特にね、極端な変な動きするんだよ。ね、ガラッと変わったように。フォルツァではそういう違和感はね、ない。あえて今さ、2速、1回目は2速で曲がって、2回目は3速で曲がってって言うけど、本物の車ってこうなんだよ。ズランツみたいに、ここは2速、2速、2速とかって、そういうのがないんで、何速でも曲がれるんだよ。ただそれに合わせたコントロールが必要だけど、あのね、自由なんだよ。ただ、どうやって走った方がタイムは縮まるよっていうのはあるかもしれないけど、ズランツでいう、それでない、そのギアでないと曲がれないとか、そういうのはね、ない。本物はね。そこがね、フォルツァは、表現がリアルっぽいんだよ。でこの車との接近感とかさ、見え方もなんかリアリティない？なんとなく。ズランツーと違うよね。
クラスが1個下だけど、アップグレードしないで勝てたから、賞金もプラスアルファでもらえるでしょ。だこうやって頑張って、あ、このクラスで、上のクラスで1位取れたぜ、とかね。こういう楽しみがあるんだよ。ジランツだと参加できませんってなるじゃん。ね。面白い、あのね、で、コーナーの時も、ジランツみたいにキーキーキーじゃなくて、このキル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 っていうね、わかる？このスキルでも種類があるんだよ。ギャーとか。ジランツはただもうキーキーキーしかないじゃん。キー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 みたいな。ね。ジランツはちゃんとキル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 からね、キーとか入れられるんだよ。ね。まあ、それもちゃんとシミュレートしてるからできることだと思うけどね。いやー、ジランツって、あれだね、まあ、こう跳ねるのがちゃんとシミュレートしてるわけだからね。はい、そんなわけでね、まあ、昼間、プロジェクターでゲームができる。100インチ弱で、この状態でね、お次は普通にゲームができちゃうよっていう。まあ、当然、全部下ろしてね。こっち側もさ、こっち側も全部、今空いてるからね。全部閉めれば、ちゃんと、暗くすればもっと綺麗に映るけど、ね。まあ、昼間でもゲームができるということは、ね、テレビも見れるし、ね。1万6000ショットぐらいで、ここら辺のクオリティで、文字もちゃんと読めるし、ね。ただ、お次は、アンプ通してるからね、アンプ。ね。ヤマハの、アンプ。ね、このアンプ。ここにゲーム機を接続して、それをここに出力してるからね。トイをぶっ壊す。ね。はい。まあ、元気なおじい、プロジェクター評論家として、とにかく安いプロジェクターで、ね、スペックで皆さん選んで買ったりとかね、なんか適当に買うんだけど、安いものを適当に買ったのに、買った後にケチをつける。もうこれがこうだったら、ああだったらとかね、ケチをつける。だったらなんで、おじいのアドバイス聞かないの？ね。やっぱり画質、明るさとか発色とか、文字の型ぼけ感、鮮明感とかね、絶対にいろいろケチつけるんでしょ？やっぱり映像、ずっと目で見て気になるものは気になるんでしょ？お金を出したくないんだったら、ね、これはもうスタートラインだよ。本当ケチつける人ね。クレーマーの人。まあ見れりゃどうでもいい人はね、いくらでも安いの買えばいいけど、ね。てか、お金を出したくないけども、画質にもうるさい人は、最低こっからがスタートになります。で、お金にもうちょっと余裕があれば、K2S をおすすめします。ね。で、もうちょっとお金があれば、エピソンの6250をおすすめします。ね。まずは、スタートラインは、こっからがいいと思います。ね。プロジェクター評論家のおじいが、おすすめする。ね。入門期入り口は、ここです。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またね、バイバイ。ちなみに、Xbox 360本体は、もう安く手に入ります。フォルサモータースポーツ4、3、楽しいよ。ジランツなんかより楽しいよ。ジランツソフト1本買うお金があれば、本体とソフト中古で買いちゃうからね、楽しんでみてはいかがでしょうか。今からでも十分楽しめます。おじいでした。またね。バイバイ。